銀閣寺も京都では有名な観光地です。私の中では金閣寺と並んで、あの建物、観音殿銀閣というそうです。しか印象の中にはありませんでした。ですが実際には大きなお寺です。総門を通り、銀閣寺垣と呼ばれる参道を進むと中門に至ります。中門を過ぎると左手には、白砂を盛り上げて作られた模様が見えます。さすがに模様ではなく、正式には銀社団と呼ぶそうですけれども、これを見ながら進むことになります。やがて銀閣が見えます。しかしその前には大きな銀社団が広がっています。自然に心の中には、わび、さびという日本が思い浮かびます。実際には銀閣よりも銀社団の方が、心に強く残りました。高く盛られているのは光月台、月に向かう台というそうです。雨に濡れる銀閣は非常に美しいものでした。ちょうど雨が降り始め、雨の音ともともに池からは雨の落ちる音も聞こえてきました。自分の足元からも音が聞こえます。いろいろな音が聞こえ、目も耳も本当に美しいと感じました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。